どうもメンディーです。今回のムーブオンは海軍の街横須賀に漂う潮の香りを皆様にお届けしたいと思います。来た。すごい。港町っていうのはやっぱりこう吹く風が普通に東京だったら東京の都心に吹く風と全然違うのね。なんかこう同じ海なんだけど変えたことがない日本にはないはずの香りがすごい立ち込めてる気がする。あーなんかこう朝もやがすっごい優しい。今朝はいやー最高。うわ確かね横須賀に最後に訪れたのが5年前だったのね。ちょうど東北の震災の後でなんとなくこう世間が海と距離を置き始めてた頃でね、その時に歩いてる自分じゃもうないのね。歩いてた自分とはもう全然違うっていうか、こう人ってこう細胞の入れ替わりで3年かけてもう全然違う生き物になってるって言うじゃない。そういうのって本当にあんのかなと思った。もう本当その頃っていうのは自信がなくて、なんか自分にね自信がなくて、だからなんかこう途方もなくねここを歩いた記憶があるので、もう全然つかないな、長いなっていうか。でも今日来てみたらもうこんなに手の内に入りそうな箱庭みたいな場所だったっけっていう。あれ潜水艦？すごい。クジラみたい。大きいね。人が乗ってる。あれ下に潜るんでしょ？そう。しばらくは。なんかこう。いたんだろうね。なんかこう気が抜けないね。いろんなものがあるから歴史的な気が抜けない。いやそれにしてもなんか出てきそうだもの。いやーこう振り返ったらもうその当時にタイムスリップしてそう。
海沿いを歩いてた方が涼しいね。港町独特の涼しさってあるよね。いやー、それがなんかこう一つのこういうところの虜になってしまう要因の一つかもね。うん、ドブ板通りにやってまいりました。ドブ板ストリート、あー、まだ朝なのに怪しい空気がムンムン。すごい、トム&ジャック、だってもうこんな普通見ないもんね、都心だとね。わあ、普通に商店街なわけでしょ、この色の組み合わせとか使ってる色がなんかこう日本じゃないよね。ね、あら、ここが米軍海軍の基地だ。ああ、いいね。海軍って感じ。この怒りがね、来ましたぜ横須賀って感じね。向こうはアメリカだもの。三笠公園来ましたね。ああ、暑くなってきた。さて、今日の目的の一つであるこれから猿島に行ってみたいと思います。ああ、すごい跳ね上げていくよ。はい、どうぞ。ございます。足元ご注意ください。はい、ありがとうございます。あー、動きですよ。あーあー、気持ちいい。あー、気持ちいい。ご乗車のお客様、お待たせいたしました。これよりこの船は猿島に向けて出航いたします。走行中、船が突然大きく揺れる場合がございますので、お立ちの方や座席を離れる際は十分ご注意ください。きれい。ちょっと前行ってみようかな。私初めてだ、猿島。いや、気持ちいい。こういう風ね、毎日浴びてたいよ。あー、猿島。近づいてきた。結構揺れるんだね。わあ。さっき歩いてきた街がもうあんなに遠くなってる。あそこに着くの？そう。浜辺になってんだ。あー、楽しみ。
ください。あー猿島きれい、さようなら。すごい、行っちゃった。どうしよう、このスケール感にすでに満足なんだけどもそんなことは言ってられません。初めての猿島、もう骨の髄まで堪能したいと思います。私は、うん、あ、素敵な看板、なんかアドベンチャーアイランド猿島。でも猿いないんでしょここ。わかんない、猿のマークがあるから。かわいい。すごい、これ巡ってみますか。発電所なんだ。ふえー、明治中期、100年以上前の、すごい、うわー、なんかちょっとしびれちゃう。発電所なだけにわすごいすごい、あ、要塞、猿島要塞。あ、この私の声が反響してエコーになって帰ってきてんだけど、なんか奥の方で誰かに真似されてるような感覚になる。すごいね。またここのこの辺りからトーンが下がったよ。弾薬庫。はあ。うわ、すごい、トンネルがある。私毎回そうなんですけど、行ったことがない場所をムーブオンで取り上げるときは、あえて下調べしないでいくんですね。だからこういう遭遇にハッとするっていうか、感動したいの本当に。フランス積みレンガ建造物。いやーすごいなー。いや、なんか戻ってこれなくなりそうで。怖いけど、ちょっと行ってみよう。うわー、なんか、すごい。防弾地下施設。なんかこう、
トンネルのあそこの入り口を境に違う次元に足を踏み込んだ感じ、完全に聞こえる音もなんかほら天然のこのリバーブだから。なんか自分の靴音なのにスパイがいそうな、スパイにつけられてるような。闇の中にいる時ほど光ってやっぱり眩しく見えるのは、人はやっぱり光を求めてるっていう、そういうことなのかな。ああ。何だったんだろう、この何？今のこのトンネルの中の異次元は一体何だったんだろう。でまたトンネルに入る前と前のその外の空気とも全然違う。ああすごい、なんか見えた。あ、なにこれ。うわ、すごい。ああ、すごい、涼しい風が。こんなにも涼しいもんだと思わないよね。うまく共存が初めからできてれば、こういう争いなんて起こらなかったわけでしょ。で、戦争が終わって71年今年で経つわけだけど、この場所がなんかこうそういうことを教えてくれてるような気がする。あと何箇所か残されてるけど、でも今もう木が生い茂っちゃってて、向こうの海まではほとんど見えなくて、ここだけはまだ残ってるのかな。どういう思いで撃ってたんだろうね。あーすごい。あーオーシャンビューでございます。ペリーがここを通過したときに猿島をペリーアイランドって名付けてたんですって。でもここすごいアイランド感がすごい。あーなんかこう人魚が出てきそう。いや
すごい。サラウンド。この波音がサラウンドになってる。やっぱりあれだ。音楽ってこういう自然の音がなかったら絶対にね生まれなかったと思う。こう自然の音、風の音とか波の音とか草木が擦れる音とか雨の音とか雷の音とかいろんな音がもう音階なんだもん。それをきっともう人間ってこう五感で分かってるから、なんか歌とか民族音楽とかっていうところからまず始まったんだと思うのね。で、地球にはやっぱりなくてはならないものというか、地球になくてはならないものというよりも人間にとってもついて回るもの、すごいよね。こういう波の音とかそういう自然の音が何千年何万年何億年と経て今の音楽につながってるわけだからね。向こうの奥の方って観音崎だよね。なんか最果てな感じがするから今日最後に行ってみたいな。あっちの方まで行くか。また潮の香りとか違うのかな。猿島を後にしようと思います。なんかすごい今こういうご時世だからこそすごい来てよかったなって思った。世の中がね、良くも悪くもすごい今変わろうとしている時で、そういう時になんかこう過去にどういうことがあったのかっていうのをその時の形のままで残っている場所で、東京湾唯一のもう無人島になっちゃってるからね、特にで軍が絡んでた島っていうことで本当に貴重だと思います。でもそういうことをもう抜きにして本当に私の中では美しかったです。人
つの島の中のそのコントラクスとかすごいあって愛おしく感じてしまいました。また必ず来ます。乾杯。戻ってきました。暑い。やっぱ島と全然気温差があって暑い。どうもありがとう。いやー、さてと、そっか。SOS。 これがでも海の上に浮かんでたんだもんね。ここに10人が寝泊まりしてハンモックで、すごい。今夏場だから特にだけど、すごいね、空気がこもってます。うわーすごい、大砲だ。なんだかさっき連絡船に揺られて見えた猿島と全く違う表情に見える。100年以上の時を経てね、こいつはその当時と今姿形は変わってないけれども、役割は全く違っていて、やはり当時は言葉は悪いかもしれないけど、相手を傷つけるための武器としてね、この海を渡っていたわけだけど、物にはね、何でもスピリットがあると私は信じているから、今こうして歴史の
生き証人みたいになってね、こう人々が足しげく訪れるような場所になっているわけだけど、どういう気持ちでこの100年間時を眺めてきて今何を感じているのか、もしこいつと言葉を交わすことができるんだったらすっごい今会話がしたいです。行けって感じね。私はやっぱり、幼い頃に見た童話みたいにね、これで空までも飛べそうな感じ、最後これに魔法をかけて、そういうね発想ができる時代に生まれてこれて本当にラッキーって言い方は失礼かもしれないけど、本当に幸せだなって、こう年々思える。堪能しなきゃね毎日、だってもう後悔みたいなもんだから。ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけてどうぞ。どうも。熱中症に気をつけてください。ありがとうございます。なんかちょっと公開に出たような気分になりました。さて今日私たちが歩いた景色をもっと客観的に見るためにあの場所に行きたいと思います。観音崎まで来てしまいました。灯台だ。行ってみようか。すごい。ああ、見えてきた。ああ、観音崎灯台。カンカン照りだったんだけど、今日は最後にこう優しく空に包まれてる感じがします。風も心地いいし、でも今日は
風と仲良くできた気がする。すごく心地よかった一日通して。横須賀の駅から始まって猿島に渡り、そしてここ観音崎までやってこれたわけなんだけれども、なんかこう今日一日、約12時間こう旅をして、なんか すごく歴史のある三笠だったり猿島だったり、そしてここの観音崎の灯台もね、1800年代からある歴史のある建築物で、なんか一日でいろんな歴史を体感できたような、私もその歴史の一部にあたかもなったような、どの場所が現在で、どの場所が過去で、どの場所が未来でとかっていうことじゃなくて、本当に言い表せない場所にトリップができたような気がします。なんかこう場所を行き来していろんな時代時間を体験していると、昔から思うんだけど、本当にね、砂時計を自分で逆さにしていろんな時代やいろんな場所に行き来しているような、それはまるで砂時計を自分で逆さにして操っているような気持ちになるんですね。今日一日の出来事は砂粒一粒のことかもしれないけど、今まで積み重ねてきた砂をね、こういつでも逆さにして前向きに行きたいところに行けるように、またやる気になれたような、そんな一日でした。皆さんもね、こううまくいかない時とかもやもやしてる時は、自分の砂時計、今日まで積み上げてきた自分の時間、砂粒の集まりを自分で逆さにして、気持ちはいつでもどこへでも行けるんだっていう気持ちで、一緒になって前に進んでいけたらいいなと思います。ではもう少しこの灯台まで吹いてくる潮風を感じながら、もう少しだけこの一瞬に浸っていたいと思います。メンディーでした。